100人撮りの考え方とフロー。カメラマン田口孝博です。お願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。で、ブッチって呼ばれてるんで、この辺で会ったら、この前のブッチさんですよね。チーズ、お願いします。チーズでいい、お願いします。今回の作品撮りの流れは、美容師さんがいて、今日は長山さん、ゆうきさんがいて、でカメラマンがいるっていう流れだった場合の話、写真イメージ共有しましょうって。で、まあ、ここ全部12345って書いておいたんで、このテレビの画面を携帯で写真撮ってもいいし、撮っちゃっていいっす。なんなら PDF にしてあるんであげます。はい。今日のために作ったのあげます。はい、で写真イメージの共有ですよ。で写真撮影の目的の共有で、その作品撮りをするっていう最初の何発起人というか、どっちがやりたいか。例えば今回ゆうきさんが、いやぐっち作品撮りやろうよって言ったら、ゆうきさんからスタートした話じゃないですか。で俺は、あ、ぜひやりましょうっていうことになりますよね。そしたら、俺の方は、これ何の目的の写真撮影なんですかって思いますよね、普通に。撮ろうよって言われたら、あ、ぜひ撮りましょう。何のために撮る写真なんですかって。そこを、ちゃんと共有してほしいですね。カメラマン側からするとね。ホットペッパーに載せるための写真なんだよね。ああ、なるほど。インスタに載せたくて、あ、なるほど。なんか雑誌のなんとかで、あ、なるほど。まあ当たり前なんだけども、とりあえずなんでこの写真撮影はあるのかっていうのを、ちゃんとカメラマンに伝えてあげてください。美容師側からの、作品撮りの提案だった場合ね。はい。で、まあそんな感じで最初始めます。で、撮影は自分で、これが美容師スタートのやつだった場合、自分たちでカメラを用意して、携帯でもいいんですけど、自分たちでやるのかカメラマンに頼むのか。撮りましょうってなって、あ、じゃあモデルさんってメンズなんですか、レディースなんですかって、そういうのも全部共有してください。まあ、当たり前なんだけど、細かいことを伝えないと準備できないんですよ。はい。で、衣装を決めます。で、衣装決め、まあ、いつもゆうきさんと作品撮りやってる時って、ゆうきさんもファッショニスタなんで、洋服をめっちゃ持ってるんですよ。インスタとかもし見てる方いたら分かると思うんですけど。よく持ってて、今日のもそうなんですけど、ゆきさんが持ってきてくれてるんですよね。なんで、まあ衣装決めって言っても、もうゆきさんが自分の持ってるおしゃれな服をいつも持ってきてもらって、でそれをこうモデルに着てもらって撮るということですね。はい。で、写真の色味や雰囲気を決めると、まあ、カメラマンに任せて OK ということですね。でしたら次、モデル選びなんですよ。メンズモデルなのか、レディースモデルなのか、外人モデルなのか、俺の知り合いのモデルを連れてくるのか、ゆうきさんの知り合いの、モデルを連れてくるのか、何でもいいです。友達でもいいし、なんか、アルバイト先の人でもいいし、もう撮る被写体っていうのは、誰でもいいです。で、まあ、メンズなら、爽やか系で行くのか、クール系なのか、ダンディーな感じで撮るのか、まあ、そういうのも、ね、共有してください、カメラマン側に。今流行りが最近なんか、ちょっと自分はあんま分かんないですけど、例えばマッシュっぽい髪の毛が流行りなんで、そういう感じでちょっとブッチさん撮りたいんですよねと教えてください。例えばレディースだったらこういう感じで撮りたいんですよと教えてください。そしたらそれに、なんで教えるかっていうと、それに合ったロケーションだったりライティングだったり、いろいろ決めなきゃいけないことがあるんですよ。撮影場所の選定します。まあ当たり前ですよね。どこで撮影するんですかと。さっきもう今の段階でこれモデルが決まってるんですよ。モデルもここで決まっているよね。はい。でモデルが決まってて、次はロケで撮るのかと、でスタジオで撮るのかと、でおしゃれなカフェやお店で撮るのか、まあそれもその用意したモデルの雰囲気、この洋服の雰囲気でどこで撮るかっていうのを、こ
ここで話し合ってもいいし、撮りたいなんかおすすめのさスポットがあったらそこで撮ってもいいし、だいたい写真撮るってなったら絶対この流れって発生するから当たり前って当たり前なんだけど、分かりやすいようにこうやって紙に書いたことってないじゃないですか。これをまあ噛み砕いていってる感じですよね。時間帯、昼間撮るのか、夕方撮るのか、夜撮るのか知りたいですよね。昼間撮るんだったら、まあ、全部答え書いてあるけども、よくインスタで多分美容師さんとかね検索するおすすめ写真みたいなの上がってくるじゃないですか。でもしょっちゅうこの辺の美容師さんのインスタとかフォローしてる人は多分可愛い女の子が髪の毛やってインスタで携帯で撮ってる写真が上がってくるよね。これもすごいよ、可愛い子ばっかり保存するから。はい、本当はね、みんな保存してるくせにね。ね、知ってんだろ。で、まあ、そういう、だから、よくある、透明感のあるツヤ感の写真っていうのは、昼間じゃないと撮れないんですよ。なんで、マジで、晴れじゃないと撮れないから、ツヤ感のある写真撮るときは昼間です。はい。で、夕方、はい、書いてあります。レトロ要素のある写真が撮れますと。寂しげな感じのね、なんか、エモい感じっていうか。で夜で撮ると、まあ、そういうのもね、インスタでいっぱい写真流れてくるから分かると思うんだけど、なんかストリートな感じのストロボをバッて当てて、ちょっとブレて、かっこいいやつあるじゃん。渋谷の全然撮ってるやつとか、よく多分見たことは絶対みんなあると思う。まあ、ああいうの夜だからね、じゃどこで撮るんですかっていう流れを決めてください。ね、衣装決めね。はい、衣装決め、小物もあれば、なお良きと。今日で言うと、会議がネックレスだとか、指輪とかいろいろつけてる。はい、じゃらんじゃらん。じゃらんじゃらんつけると、かっこよくなります。サングラスもそうですし、帽子もそうですし、ピアスもそうですし、小物もあるといいと思います。流行りのファッションで行くのか、オリジナルの衣装を用意する。オリジナルの衣装を用意するって、そんなね、持ってる人いないかもしれないけど、洋服作る学校に行っている友達から借りるとかね。なんでって言ったら、インスタとか見たりとかで目立ってると。写真撮影っていうのはこれも当日の話です。モデルさんにもイメージを共有してください。まあ、そのある時間になったらモデルさん来るじゃないですか。10時にじゃあ集合だったら10時に来て、したらモデルさんにイメージの共有を、モデルさんにもどういう雰囲気で写真を撮るかっていうのをモデルに伝えてください。スタイリストとカメラマンも知ってるんで。で、はい、モデルさんを持ち上げてください。撮ってる時にめっちゃ可愛かったり、かっこよかったり、かっこいいってね、よくやってるでしょ。かわいいってやつ。ってやつ。わかる？かわいいってやつあるじゃん。これマジで俺いつもやってるから、気持ち悪って思わないでもらっていいですか。マジだろ。これはね、かわいいって言われると、やっぱりモデルは嬉しいんですよ。笑顔になるんですよ。はい、何も言われない、無言よりも。男もそう。イケメン、やば、めっちゃイケメンなんだけど、つって。何回も。マジイケメンなんだけど、つって言う。ほんとしつこいぐらい。これはね、ね、マジなんですよ。ずーっと言うの。ね、言ってください。まあ、もし作品撮りやる機会があったら、モデルさんは持ち上げれば持ち上げるほど興奮するんですよ。喜ぶんですよ。で、はい、スタイリストさんはスタイリングのチェックをしてもらいます。これが撮影してるときに横に、美容師さんがね、ああいうふうに横に見てると思うんで、で、まあ、今回で言ったらみんなでね、作品撮りするってなったら、みんなが横で、カメラマンの横で見てる。ぼーっと映ってんじゃなくて、写真見せてくださいって言ったりして、髪の毛、あれ腫れちゃってるみたいな。まあ、そういうチェックをすると。はい。で、写真撮影が終わりました。で、レタッチ。レタッチって何みたいな。レタッチって何みたいな。はい、で、これ書いてあります。1番、取っ手出しの写真っていうのは、味付けをしてない料理と同じなんですよ。わかるかな、これいいです。あるよね。はい、なんか野菜炒めって、野菜炒め、見た目、野菜炒めたらうまそうと思うじゃないですか。食べたら、何も、鶏ガラスープの素とか入れてなかったら味しないじゃないですか。ちょっと、あれ、下手くそかな、これ、例が。ね。取っ手出しの味付けをしてない写真と同じ、味付けをしてない料理と同じなんです。だから作品っていうからには味付けをしてください。味付けって何ですか？
はい、どんな色味にするかで見え方も、作品として大きく変わりますと、エモい感じにするのか、結構今、ね、逆に流行ってるフィルム調なやつ、フィルム調で、できるアプリとかもあるじゃないですか。でもね、あのなんだっけ、カメラの北村とかでさ、巻くやつを買ってきて撮る人結構いるよね。だからそのフィルム調なのかモノクロなのかセピアなのかとかっていうのは、あれはもうあれの色味になるっていうのがこのレタッチ、色目補正って言います。で、じゃあこのレタッチっていうのはカメラマンにやってもらうのか自分たちでやるのか。で多分今の子って写真みんなめっちゃうまいんですよ、俺からすると全員カメラマンだと思ってます。はい、携帯でみんないろんなとこ行ったり、彼女と彼氏と撮ったり、自分撮ったり撮るじゃないですか。めっちゃうまいぐらい構図とかうまくて、だから多分カメラマンにやんなくても、あ、やってもらわなくても自分でやった方がうまいことが結構ある、うん、多分みんなね、写真の色味とかやったことあります？いじったことあります？はい、マスクの黒いマスクありますね。はい、じゃあ、はい、じゃあメガネの子ありますね。はい、ありました。でね、よくあるのがライトルームとか VSCO とかインスタグラムですよね。ね、知ってるよと。そんなの知ってるんだけど一応書いてますよ。はい、で、完成と。でその完成したデータはインスタに載せるでもいいし、ね、ツイッターでもいいし、印刷して壁に貼ってもいいし、ホットペッパーに載せてもいいし、ではみんなと共有してくださいと。別に共有しないで携帯のホルダーの中に入れっぱなしでもいいけど、はい、というわけで、まあ、そんな感じで作品撮りっていう、その作品って要はあの1枚の画像だからね、あの画像1枚のために、こうやってさっきみたいにスタイリングしてカメラマン用意して時間とかモデルとか衣装とかやってめっちゃ大変なんだけど、まあ、そこまで大変な思いして作ったその画像1枚はネット上に上げた方がいいかなとは思います。はい、はい、ちょっと格好つけたことを書いてみました。作品は生き続けるとね。誰だった、右の人誰だった、すごいな、はい、海木さんですね。はい、ここの卒業生みたいですよ。みんな知ってました？はい、興味があんまりね。はい、比較対象は他人ではなく自分自身ですと。周りがやってなくても、さっきゆきさんがねやってる時に、あの別に作品撮りって別に毎日毎週やらなくてもいいし、自分がやりたいと思った時にやればいいんですよ。いやいや、なんかお店の代表に言われたからやるとかそういうんじゃない。自分がこの人撮りたいな、この人の髪の毛いじりたいなとかなんか思って、それを形に残したいと思った時にやればいいです。さっきもうおっしゃってたんですけどね、いやいややったって全然いい作品は生まれないですね。作品撮りってやる美容師少ないんですよ。やってないところはやってないし、やってるところはやってる。お店自体はやってなくても個人としてやってる人もいるですかね。だからそんな感じらしいんですよ。俺美容師じゃないんであんま分かんないんですけども、でも周りがやってないから俺もやんなくていいや、めんどくせえし。だけどオリジナルのスタイルは自分のインスタとか、ね、さっき言った SNS とかに貼ることで雑誌の編集者とかを見ることもあるかもしれないですよね。うん、この人めっちゃいい写真撮る、独自のスタイル持ってるって言って、